先週西周明治30年1月31日は、日本の啓蒙思想家、西洋哲学者。ドイツ学協会学校初代校長、貴族院議員、男爵、近景館志考。西周介友も、岩見国津和の藩の御天位の家柄。陽名、慶太郎。父、西次義は、森高良の次男で、川向かいには、青州の、 呪いに当たる森用外の聖火がある。西の聖火では、彼がこもって、弁学に励んだという蔵が保存されている。漢学の素養を身につけるほか、天保十二年に、藩校、養老館で蘭学を学んだ。安政四年には、藩書調べ書の教授並鉄大となり津田真道と知り合い、哲学ほか西洋の学問を研究。文久二年には、幕名で津田真道。 榎本武明と共に、オランダに留学し、ライデン大学で、シモン・フィッセリングに法学を、また、関と哲学、経済学、国際法などを学ぶ。オランダ留学中の1864年に、ライデンでフリーメイソンディーの、ラ・ベルト・ロッチナンバー7に入会したとの資料が、発見されているがその経緯については研究途上である。 慶応元年12月28日に帰国した後、目付に就任、徳川義信の側近として活動する。王政復興を経た、慶応4年、徳川家によって開設された沼津兵、学校初代校長に就任。同年、万国広報、役官。明治3年9月28日には壊れて、明治政府に出資、以後兵部省、文部省、 国内省などの官僚を歴任し、軍人直輸、軍人訓会の基礎に関係する、党、軍政の整備とその精神の確立に努めた。明治6年には、森有則、福沢諭吉、加藤博之、中村正直、西村主劇、津田真道らと共に、明六社を結成し、翌年から帰還し、明六雑誌を発行。啓蒙家として、西洋哲学の翻訳、 紹介等、哲学の基礎を築くことに尽力した。明六雑誌1874年3月に、用事をもって、国語を書するの論を発表。1874年7月、形式論理学に関する最初の解説書、父啓蒙を刊行1875年4月から1876年9月まで、ヘブンチョ西分け、心理学刊行 明六雑誌1875年6月から10月に人生散歩説を発表。東京学士会員第2代及び第4代会長、ドイツ学協会学校の初代校長を務めた。明治17年頃から右半身が麻痺し始め、明治20年、健康上の理由により、文部省、陸軍省、学士会員会員の公職を辞職した。 明治23年9月29日には、貴族院直線議員に任じられ、同年10月20日、近景官志向となる。明治24年2月17日、体の衰弱が著しくなり、貴族院議員を辞職した。明治25年、大磯の別邸に移った。歩行は、不自由で外出は、不可能であったが、学問の研究は続けられ。 西洋の心理学と東洋の儒教、仏教の思想を統一した新しい心理学の体系を書き続けた。その著、生生聖発治むは、ついに未完に終わった。明治30年、明治天皇は、西の功績に大祝日東随法省、断尺の位を授けた。同年1月31日に死去。墓所は、東京都港区の青山霊園。明治十四年、 1881年、現在の独協中学校、高等学校にあたるドイツ学協会学校の創立に参画した。2年後の開校にあたり初代校長に就任した。西は、ドイツ学協会学校開校式の演説において、そもそも、学を成す道はまず志を立つるにあり、志を立てて、学問に従事すれば、これに次ぐものは、勉強にありと述べている。 青春急遽、青春全週走行処分、1960から1971年に、刊行。大久保利明ほか編集。ありがとうございます。